どうも、カブトです。ただいまの時刻、4時9分、気温が 16.1 度ですね。設営完了です。雨です。今ね、ちょっと強い雨が降ってますね。カッパ着て設営したんですけれども、風がね、今のところ少し収まってるようですね。今日は5月9日。ゴールデンウィーク明け一発目の月曜日ですね。とうとうゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。皆さんキャンプ行かれたんでしょうね。混雑の中、天気が良かったんでね、キャンプ場の方も混雑してたんじゃないでしょうかね。自分はね、ゴールデンウィーク中にはキャンプには行かないでね、おとなしくしてましたね。ちょっとね、野営地探しにブラブラ出かけましたけども、今日はね、休み明けでね、憂鬱な方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、大丈夫です。安心してください。もう少しで盆休みが来ますから、間違いねえっす。ちなみにですね、今日のキャンプ地は名もなき野営地です。この場所はですね、雨が降っても風情がある野営地なんですよね。でもね、風だけは勘弁ですからね。川風はね、テント飛ばされますからね。それでは名もなき野営地に乾杯しましょう。第一、お疲れ様です。あー、この一杯がうまいんだよな。今日も幸せをかみしめる一杯だな。それがもう最高。今日はダイソーに固形燃料買いに行ったんですよ。そしたらですね、豚麺が売ってたんですよね。なので買ってきました。これが醤油味で、これが豚骨ですね。これが炭塩味って書いてありますね。カレー味です。これが香るエビの風味、エビ白湯味ですね。エビ白湯味ってどんな味なんですかね。楽しみですね。まずはオーソドックスなこの醤油からいきましょうね。よし。雨も少し弱くなってきましたね。それでは豚麺醤油からいってみましょうか。いただきます。
それはおやつだな。熱湯3分なんですけどね、自分はね固めが好きなんでね、2分から2分半ぐらいでちょうどいいかもしれないですね。麺類はみんな固めが好きなんですよね。パスタでもうどんでもそばもそうですね。醤油はオーソドックスの味ですね。次は豚骨いきます。また雨が強くなってきましたね。よし、じゃあ豚骨いってみようか。いただきます。やっぱり醤油と香りが違うな。うん、豚骨いいね。うん、さっきの醤油はちょっとお湯入れすぎたかな。あー、豚骨うまい。なんか食べ比べ楽しいな。これおやつにいいですよね。でもここは食わないよな。次はビーフのうまみ、タン塩味。お湯が切れたな。2本目のプレモルいきましょう。やっぱりプレモルうまいな。タン塩味いってみましょう。ビーフのうまみ、これね一つ一つ香りが違うんだよね。さすがだな、おやつカンパニー。このタン塩味のスープがうまいね。うん、あっさりしてて、これおやつじゃもったいないよね。次はこの注目のエビ白湯味ね。どんな味なんだろうな、楽しみだな。さすがにおやつカンパニーも五個食いは想定外だろうな。よし、それではエビ白湯いってみます。これスープは豚骨なんだけどな。ああ、なるほど、エビの味がするな。豚麺食べながらプレモル。このね橋を渡ってく車のね運転手さんたちはね、まさかね下の河原でね50過ぎのおっちゃんが豚麺食ってるとは思ってないでしょうね。しかも五個食いですよ。ラストはカレーですね。カレーで締めます。今日はね雨の中来てよかったですね。焚き火がしたかったんですよね。ゴールデンウィーク中ねキャンプしなかったんで、今日はね思いっきり焚き火します。それではラストを飾るカレー味いってみましょうか。まずはスープから。あーやっぱりカレーなんだな最後はな。うん、最後の締めにふさわしい味だな。スープもうまい。でもねやっぱり大鳥はねカレーなのかな。みんなカレー好きだもんな。でも楽しかったな、豚麺食べ比べ。他にも種類あんのかな。
ただいまの時刻6時3分、気温の方は 19.2 度ですね。相変わらず雨は降り続いてますね。3本目はゴルスタです。今日はね、雨でもキャンプ来てよかったですね。雨がね、テントを打つ音結構好きなんですよ。今日は結構気温が低いんで焚き火が心地いいですね。風もあったんでね、リフレクター持ってきてよかったですね。そろそろライトオンだな。今日ね、コンビニ寄ってきたらね、隅っこの方に置いてあったんですよね。多分季節外れの売れ残りなんでしょうね。でもね、今日はね、気温が低いんでね、お電話ありですよ。また雨が強くなってきましたね。でも負けねえすからね。サーカスは雨でも焚き火ができる万能幕ですからね。おでんそろそろいいんじゃねえの。オゲイ、あったまっちゃおうぜ。おでんつったらやっぱりこれですよね。そう、誉れ。今日もマス持ってきましたからね、マスだけでいきたいと思います。こういうものは絶対忘れねえす。不思議なもんですよね。それでは行ってみますね。わけの誰もいない河原で一人ポツンとソロキャンプ、しみるな。ソロキャンプ最高。それではおでん行ってみましょうね。おでんつったらやっぱりこれでしょうね。からし、何からいこうかな。やっぱりちくわでしょう。ちくわね、からしをちょっとつけて、つけすぎだなこれちょっとな。からしこれつけすぎだな。これすみ
にはね、こんにゃくいってみましょうね。よし、これ絶対熱いやつだからな。あった、あった。うん、次はデーコンですね。デーコン、ベーコンね。あー、うまっ。味が染みてる。あー、あ、あー、これ味が染みてるな、本当にな、これな。うん、セブンイレブンやるな。うまっ。雨がまただんだん強くなってきましたね。本降りですね。でもね、底辺キャンパーはね、このぐらいの雨じゃ負けねえすからね。天気予報ではね、これからね、夜の10時に向けて雨がねピークになるらしいんですけども、雨の中楽しくオーバーナイトしましょう。底辺キャンパーは強いですからね。今日はね、気温低いんですけれども、河原はブヨがいますからね、油断できないですから一応つけときます。ただいまの時刻8時51分、気温は 16.5 度ですね。今回も鬼怒川八重楽しいですね。それでは上がりでラーメンでも行きますか。今日の上がりはこれいきますね。ハマると抜け出せない底なしのうまさ、泥こってり鶏白湯泥ラオウ。これもう食べました。泥ですからね、こってりじゃねえですからね。ゴルスト飲んで待ちますかね。ドロラオいい感じだな。刻みネギちょっとプラスしましょうか。こんな感じでね、いただきます。うまそうだな。
おう、これやば。カップ麺もここまで来たか。ただいまの時刻9時35分、気温は 17.4 度ですね。ドロラオうまかったですね。カップ麺もとうとうここまで来たのかなっていう感じですね。やっぱり最後はラオなんですかね。今日はね、これからもうちょっとビールを飲みながら雨焚き火を楽しんで休みたいと思います。それではおやすみなさい。また明日。おはようございます。ただいまの時刻5時24分気温 10.9 度ですね。雨は上がったようですね。軽く幕内掃除して焚き火してコーヒー入れましょう。快晴ですね。昨日の夜の雨がね、嘘のようですね。これが野営の醍醐味なんですよね。止まない雨はないって感じですかね。ただいまの時刻6時44分、気温 12.7 度ですね。朝ごはん行きましょう。今日の朝飯はですね、魚介豚骨混ぜ麺、これでね朝からがっつり行きたいと思います。トッピングに厚切りチャーシューと半熟の煮卵ですね。最近はね、こういう混ぜ系のものがねコンビニにも置いてありますよね。これねすぐ作れるんでね、混ぜるだけなんでね
これキャンパーの味方ですよね。今日はね、うどんでいきますね。2ついきましょうね。1人前じゃ足んないよね、絶対ね。よし、もういいかな。一緒、雰囲気のある丼持ってきましたからね。で、これで混ぜ混ぜするわけだな。こんな感じで。よし、じゃあチャーシューと煮卵盛り付けていきましょう。完成しました。魚介豚骨混ぜ麺、名もなき八重地スペシャルですね。確かに魚介系だね。うん、チャーシューね。うん、チャーシューね。これもうちょっとあったかかったらもっと最高だね。うん、これはうまいぞ。やばいレベルだね、これね。うん、煮卵もいいな。ごちそうさまでした。ただいまの時刻7時33分気温が 18.6 度ですね。朝ごはんも食べ終わってね、ちょっとゆっくりしたいんですけれども、風が強くなってきたんでね、焚き火が落ち着きましたらちゃっちゃと撤収の準備に入ります。今の時刻8時14分、気温 21.3 度ですね。撤収完了です。今回の八重も楽しかったですね。昨日の夜はね、雨にやられましたけれども、サーカスなら変形張りで焚き火ができますから問題ないです。まあ晴れてる方がいいんですけれども、雨キャンプのね、楽しみ方もあるんですよね。次はどこ行こうかな。それではまた次のフィールドでお会いしましょう。カブト TV でした。キャンプの季節が来たな。